お疲れ様です。いや、練習、相談した練習を、そうなんですよ。したいなと思ってるんですけど、でも、あんまり集中力がなかったら、早めに寝て、今日は、明日、早くやろうかなっていう感じですね。さっきちょっと踊ってたので、そうなんですよ。そう、でもまだやりたいなって思ってますね。初めてのお使いがやってるんですか？先週なので音声なしで見てます。あー、お忙しい中もありがとうございます。週末もお仕事ですね。あ、そうなんです。サッパニャンだから。そう、髪型が。そうなんです。今日はお仕事で、編み込みのおさげヘアなんですかね。そうなんですよ。三つ編みみたいなしていただいて。そう、珍しい髪型で。それで配信させていただきたかったんですけど、やっぱ外出た後はね、今コロナがすごい流行ってるので、帰ってきたら、そう、お風呂に入るので、そう、撮っちゃうんですよね。ちょっと自分ではできなかったので、ちょっと、そう、普通のクルリンパなんですけど。すいません。てか、カメラ気をつけてね。そうですよね。スランスレジしちゃうとそうなんです。汗かいちゃうんですよね。え、アニメ？99人の壁のアニメ。へえ、そうですね。よっしゃ、行きました。ありがとうございます。こんばんは、わかめサラダ。観覧車の動画を見に行ってきました。かわいかったです。ああ、観覧車もありがとうございます。サンシャイン酒屋さんのスカイボートさんですね。ありがとうございます。嬉しい。私は、そう、動画はですね、ひなぴよとあおみさんと一緒に、私は撮らせていただきました。こんばんは、ためー。こんばんは、わかめ。このわかめラーメン。 あ、お誕生日おめでとうございます。誕生日の方いらっしゃる。あ、ぜひ今日も歌を、ハッピーバースデー歌ってお祝いさせてください。あ、教えてくださってありがとうございます。嬉しい。たまった作業。ああ、そうですね。一旦、そうなんですよ。一旦ちょっと落ち着いて、練習を、今日とかから。そうなんですよ。本格的に。そうなんです。できている感じでございますね。昨日の夜からやってて。そうなんですよ。そしてめっちゃテンションが。ああ、アミモラさん、ありがとうございます。今日は、そう、新曲の MV のオフショットが終わっちゃったので、いろんなイベント、歌番組とか、プレイリストさんとか、新曲お披露目の時とか、そう、シャチの大祭典さんの2021に出させてもらう時の、おショットアップさせていただきました。そうなんです。今日の晩ご飯はですね、あ、夕ご飯は、白身魚の、なんていうの、そうでした。美味しかったです。おめでとうございます。あ、早速皆さんありがとうございます。嬉しい。ちょっと今日も、コメントが上まで行ったら、ちょっと歌わせてください。お願いします。確かに、量が多いですね。多めです。こんばんは。ありがとうございます。鮭と白身魚でした。あ、栗ご飯、秋ですね。めっちゃいいな。好きにです、私も。ゆみちりも。あー、美味しいですよね。ありがとうございます。今日のお仕事はまだそう言えないんですけど、また情報関係 OK になったら、お伝えさせていただきます。あと結構そう、オフショット写真撮れたので、髪型撮っちゃったんですけど、そう、写真は結構撮れたので、また
いろいろ SNS でアップさせていただきます。ドライカレーも好きです。あ、お仕事終わった。お疲れ様でーす。こんばんは、お疲れ様です。大阪が最高でした。え、本当ですか？本当ですか？ありがとうございます。天ぷら。私の天ぷら。おー。あ、鮭は白身魚なんですね。知らなかったです。そうなんですか。チキンバーガーいいなー。この前、ゆきさん、そう。20代をラジオさせてもらったときに、チキンバーガーお昼食べたよーって言って、おっしゃってて、そういいなーってなる、そういう話をそうしたりしてました。キントン、あー、食べたいですね、こんばんは。天丼、おー。すごい。24時間360日、朝は昼夜も忙しいよしの。すごい。ありがとうございます。そうですね、イベントが、そうなんです、いっぱいで。そう、さっきは、そうなんです。まあ、そう、エスコインの練習をしてました。もうちょっと近づいてきて、そうなんです。そう、めっちゃさっき汗かいてたんですけど、そう、今はマシになりました。そう、この後、集中力を持つ鍵今日やって、ちょっと、あんま集中力があったのも寝て、明日、はい、集中してバッてやりたいと思います。ありがとうかいね、そうですよね。さっきはエビやカニを食べるのは良くなるんですか？そうなんですね。こんばんは。フラミンゴも餌によって真っ白なんだよ。あ、真っ白。あ、じゃあ色が、それ、ピンクじゃない、白い子、フラミンゴさんもいるという感じですか。すごい。可愛いから。ありがとうございます。あー、お昼、なるほど。準備万全。でもまだ万全ではないので、ちょっと頑張ります。はい。あ、東京一日曇ってましたか？何やろですね。あ、でも晴れてました。はい、晴れてました。あ、でも、途中からでも曇ってましたかね。なんか雨が急に降ってくるのかなと思って。はい、びっくりしちゃったんですけど、雨は降らなかったです。お疲れ様でーす。いいね。ありがとうございます。サプリメント。なんか、ビタミン剤みたいな。そうなんですよ。お母さんが、そう、お詰めしてくれたようなやつとか、そう、飲んだりしますね。ザリガニもサバを食べさせると青くなる。本当ですか？本 ですか？あ、そうだったら豆乳鍋。わあ、そう、鍋の時期ですね。そう、鍋も美味しいですよね。こんばんは。癖ですか？いや、こうやって、ああ、やっちゃうかもしれませんね。確かに。そう、今日はちょっと早めの配信になります。久しぶり。そう、土曜日だから。なので、そう、たまにはいいかなと思って。はい。そうなんです。癖。緊張すると、唇をこう舐めちゃうので、そう、顔を向けちゃうので、それがダメだなって思ってます。はい。明日は2回目のワクチン接種ですか？非常に乗ってます。2回目は特に不安が大きいと思いますが、
はい、それともいいような準備とか、はい、しっかり免疫力もつけてください。まだ台風が、本当ですか？気をつけなきゃですね。ああ、ね、鬼滅の刃の映画がね、21時間ですね、ありますよね、見てないんですよ。なので、録画はしたんですけど、そうなんです。だから、時間あるときに見れたらなと思ってます。明日晴れですか？おお、おお、あれですか？いや、見たらどうする？黄色く、あ、なんか、浮くとそう。手、黄色くなっちゃいますよね。あ、確かに、あ、わかります。言っちゃいます。そうなんです。私も、すごくわかります。うん。すごい。気づいてくださって。練習中の方？ はい、録画しました。あ、冷えピタが本当ですか？私も、でも、熱出ちゃったとき、そう、冷えピタに助けてもらいましたね。あー、でも、そうですね、ストックっていうんですか、しといた方がいいかなと思います。晴れ、え、晴れ。なんて言ってましたか？晴れ。晴れ。違いますか？ あ、観覧車も作られてありがとうございます。嬉しいです。10月末までなので、とても嬉しいです。そうそう。ああ、ね、そんな。ありがとうございます。本屋の搭乗券も取ってよ。あ、本当ですか？記念搭乗車券。あ、搭乗券。わあ、本当ですか？嬉しい。そうなんですよね。ランダムで、バラバラになるので。そう、嬉しいです。当たってありがとうございます。ファミマ。ファミマさん。変ですか？プリンの日、プリンは好きです。好きなプリンは、好きなプリン。私はでも滑らかな方が好きです。お母さん硬いのが好きなんですけど、私は滑らかが好きだなと思います。でも両方いいですよね。 はい。ワロさん、キプリン、ああ、ありますよね。今日は、コメントを追いついておりますので、皆さん、はい、ハッピーバースの歌を歌わせていただきたいなと思います。あ、もう、15分、出ましたか？テロップ。関西は、晴れ。あ、晴れ？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 わかんないです。晴れ？晴れ？じゃなくて、晴れ？イントネーションがちょっと苦手で分かってないので、ちょっと変なことが多いと思うんですけど、すいません。 じゃあ、はい、お誕生日の歌を歌わせてください。早くなっちゃないしね。ラッキーセブンが3つも揃ってめっちゃラッキーですね。そう、かわいいもありがとうございます。じゃあぜひ、はい、お誕生日の方いらっしゃったので、9月ももう少しで、ね、終わりかけになってきましたし、誕生日の歌を歌わせていただきたいなと思います。9月お誕生日の皆さん向けて歌わせていただくので、皆さんよかったら一緒にワイワイよろしくお願いします。遊びに来てありがとうございます。嬉しい。早くなっちゃうのにし。テロップが出ました。わー、ラッキーセブン。やったー、ラッキーなこと皆さんありましたか？ お誕生日お祝いさせていただけて嬉しい。なんかね、めでたい、嬉しいです。ありがとうございます。じゃあ。
日はフィーバー。37ね、なかなかないですよね。それでは、ハッピーバースデー歌わせてください。皆さんも一緒にお祝い、お願いします。じゃあ、いきますよ。皆さん一緒にお願いします。いきまーす。せーの。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデーディア。9月お誕生日の皆さん。キラ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 ー。ハッピーバースデートゥーユー。おめでとうございます。素敵な一年になりますように。わあ、キラキラキラー。素敵に、なんか美味しいご飯とか、はい、食べて、幸せを感じてください。ハッピーバースデー。皆さんもいっぱい一緒にありがとうございます。暖かいです。とても嬉しい。めでたいですね。おめでたいです。ハッピーバースデー。嬉しい。もう少し、そうですね、私は。もう少しではない。あ、でも、割と、そう、私も誕生日が近づいてきたなと思って。そう、早いなと思いますね。待って、ありがとうございます。ねえ、もう21歳になってしまいます。はい、他の皆さんもお誕生日お祝いさせていただきたいので、よかったら教えてください。私も来ないかな。バースデー、ありがとうございます。一緒にお祝い、嬉しい。それでは、はい、いつものオートタイムをさせていただきます。を超える気分が でもなんかそうですね、私の誕生日はそう、やっぱ生誕祭とかしていただけたりとか、すごくやっぱ鶴さんにお祝いもさせていただけて、ああ誕生日っていいなと思ったんですけど、だんだんこう、なんだろう、あんまりこう誕生日がそう、来ないでほしいなっていう思いも、こう、わかるようになってきましたね。私を取りたくないなっていうのを、はい、感じます。これが努力にゃん。わあ、ありがとうございます。嬉しい。そうですね。なんかちょっとキャンディーみたいな形の、そう、おしゃれな形で、ね、そう、凝ってるんですよね、中も。かわいい。ありがとうございます。17歳がいいですね。はい。じゃあ、ちょっと、太田は、はい、おいよろしく、優先の方に返させていただきたいので、皆さん音量気をつけてください。さっそとがってもうるさいので、要注意です。髪飾りようか。それでは、はい、大丈夫ですかね、電源切らせていただきます。そして、出したいと思いまーす。いきますよー。大丈夫でしたか？うるさかったですかね？来ましたか？はい。大丈夫でしたかね？それでは、音量も上げます。はい。音量、今日も、はい、マックスで大丈夫でした。ありがとうございます。止めっぽい。本当ですか？カチカチ大丈夫でした。ありがとうございます。好きな音量にしてください、皆さん。今日はあの曲でございます。そう、あの曲です。
客が入りました。お待たせしました。あの曲です。わ かりますかね。そう、今日にぴったりな曲でございます。わ かりましたかね。すいません。はい、ちょっと前もちょっと前ですかね、歌わせていただいたんですけど、とてもそう今日にぴったりなだなって思うんで、やっぱあの曲を歌わせてください。はい、じゃあ行きたいと思います。歌下手なんですけど、よかったら聞いてください。それでは行きます。聞いてください。どうぞ。目の前にそびえる暗闇の壁に、そこで立ち止まったら影になるだけ。今辛くても見えてはよけない。背を向けるな、諦めるな、挑戦するんだ。勇気が、本当ですか？勇気出ました。ありがとうございます。
嬉しい。はい、ありがとうございます。ちょっと最初ね、間違っちゃいましたが、ありがとうございます。聞いてくださって。はい、また後押していただきました。今日は、はい、何やかラジオナイチラッキーセブンなので、そうなんです。あ、アスラキーなことが起こりそうですから、起きますように。来てほしい。最高セブン。ありがとうございます。嬉しい。また、はい、ちょっとリクエストも与えさせていただくので、はい、よろしくお願いします。今日の発動でもあれは入れたいですね。あれは入れたいのと、そうですね、元気な気持ちもらった。あ、ありがとうございます。嬉しい。本当ですか。休日出勤の方も大変ですが、はい、私もそうですね、お仕事あったり、そう、どうぞ、練習も頑張ります。はい、ありがとうございます。けれけれ、あー、あんまり確かに、そうですね、ないですね、けれポーズも。はい、じゃああれとあれでいきたいと思います。先ほどそびおこにゃん、センキュー、ありがとうございます。あー、それでは続きたいと思います。よかったら受け止めてください。いきますねー。電気室も、あー、じゃあ行きたいと思います。行きますね。ゆぐにゃーん、ビーム、わー、行きます。からのー、まずはキレキレポーズ。あんまり確かに久しぶりにした気がします。からのエイク77日目ラッキーセブン。あれ、こっちでなってますか。7に7、こっちかな、どっちだろう、どっちですか。こっちですかね。逆、最初が逆、こっちか。ラッキーセブン、イエーイ。7期生さんポーズですね。そして最後からの投げキッス。はい、ありがとうございます。あ、教えてくださってありがとうございます。ありがとうございます。逆だった、反対、反対にしなきゃいけない、ね、難しいですね。あー、いっぱいありがとうございます。あー、今来てくれた方もこんばんは。ちょっとそうなんですよね、ちょっと終わっちゃうところなんですけれども、ありがとうございます。2390の方もありがとうございます。それでは、そうですね、この後頑張って、はい、集中力があるところまで頑張って練習してクリアするたいと思います。はい、皆さん皆さんもゆっくり休んでください。明日日曜日ですが、お仕事の方もいらっしゃったりすると思いますが、はい、しっかり休んで明日も一緒に頑張りこうしましょう。私も明日お仕事も練習も頑張ります。はい、ありがとうございました。明日の配信もお待ちしております。ありがとうございました。立ち方向、おやすみなさい。明日の配信も待ってるでーす。ハートありがとうございました。